かわす。ダブルタッチでうまく剥がしました脇坂。そしてまた家永、中4枚スペースを取りに行ったレアンドロ・ダミアン、後ろから来たのシュートだ。バースデーゴール脇坂。見事な速攻、鮮やかにネットを揺らしました。川崎らしい崩しじゃないですかね。まあ、このターンがまずちょっと乱れ